はい、黒部峡谷トロッコ電車です。トロッコ電車ね、カステラ焼き、カスタードクリーム、まんまる焼きですね。はい、黒部峡谷すごい良かったみたいです。これもらいもんなんですけどね、はい、良かったみたいなんで僕も行ってみようと思います。いつになるかわからないですけど、富山県だったかな。で、こういうなんかルートを通っていくみたいですね。これなんて読むんでしょうね。健康エレベーターっていうのかな。読めません。これなんて読むんでしょう。全く読めない。これ釣り鐘駅は読めますけど、これ、ね、猫又駅っていうのかな。これ猫又駅っていうのかな。これ、猫、また旅？また旅なことないよな。猫はまた旅好きやけど。にゃんこ。これなんて読むのこれ。なんて読むのこれ。ま、これ森石駅かな。柳橋駅で、あ、なんかすごい良かったみたいです。だいたい1時間ちょいとかなんか言ってましたけど、良かったみたいです。というわけで僕これもらいました。食べてみようと思います。はい、こういう風になってますね。ピヨーンとこピヨーンとね。はい、こういう風になってました。食べやすそうです。一個一個なってるんでね。僕これあれかなと思うね。なんかあの長い一本のほら恵方巻きみたいなビヨーンって長いのが入ってるんかなと思ってたんですけど、こういう風に一個一個切られてたら食べやすいですね。ちょっと自撮りなんでね、なかなか自撮り。こう一個一個包装されてますね。あの会社のお土産とかね、そういうのにもいいかもしれないですね。はい、というわけで食べますね。あ、すごい、かわいいです。あ、電車のマーク。あ、おいしい。ほら、カスタードクリーム入ってます。うん、これは美味しい。うん、甘い。うん、というわけで黒部峡谷トロッコ電車のお土産でした。よかったら参考にしてみてください。以上です。